皆さんおはようございます。ガーデニングチャンネルの奥山茂です。いつもご視聴いただいて本当にありがとうございます。このチャンネルは四季折々の花々のご紹介や庭作りを通して園芸やガーデニングの楽しさを皆様と分かち合っていこうというチャンネルです。今回は2週間に1度日曜日の朝にお届けしておりますガーデニングラジオです。私の庭で今咲いている花々を写しながら誕生花の話からガーデニングや季節の話、ちょっと前向きになれる言葉のご紹介や私の身の回りに起こった皆さんに聞いてもらいたいなと思ったことなどをお話しさせていただいております。ラジオと銘打っておりますので耳だけでも楽しめる内容にはなっていますが、よろしければ映像もご覧いただきながら、なんとなく耳を傾けていただいて、忙しい朝の一服の清涼剤になれたらなぁと考えています。本日、6月18日の誕生花は、フランネルフラワーです。今日誕生日をお迎えになった皆さん、おめでとうございます。このフランネルフラワー、私は昨年までは育てていたんですけれども、今年はタイミングが合わずに迎えていません。可愛いですよね、フランネルフラワー。でもちょっと高いかなっていう印象もあります。フランネルフラワーという名前の由来は、細かい毛が密生するあの花の手触りが軽くて柔らかい毛織物のフランネルに似ていることから名付けられた名前だそうです。白くて可愛らしい花なので、私は仕事場でもある結婚式の会場で会場装花として使われていたり、ご新婦の持っているブーケに使われていたりするところをよく目にします。花言葉は誠実、清楚、高潔、そしていつも愛してという花言葉を持っています。花言葉を見ても結婚式にぴったりな花言葉ですね。誠実とか清楚、高潔っていうのは白い花姿から来ているようで、でもう一つのいつも愛してっていう花言葉は開花期間が結構長いということで、まあ、いつも見ていてねっていうところからいつも愛してっていう花言葉になったようです。このフランネルフラワーは高温多湿の環境が苦手です。もちろん雨も苦手ということで、今梅雨の季節はフランネルフラワーにとってかなり厳しい季節になっているようです。しかしよく降りますよね。皆さんが住んでいらっしゃる地域はどうですか？私が住んでいる埼玉県、ずっと雨模様です。もうフランネルフラワーじゃなくても結構花々がダメージを受けているように感じます。土がずっと湿っている状態なので、根腐れするんじゃないかなってちょっと心配です。例年、関東甲信地方は7月19日頃に梅雨明けなんですね。まだ1ヶ月も先です。大丈夫なんでしょうか？ただ今日これ収録しているのが16日の金曜日なんですが、今日はめちゃくちゃいい天気です。抜けるような青空、梅雨晴れの一日です。ただ晴れたっていうだけでこんなにも心が晴れやかになって幸せな気持ちになれるんだなと改めて実感しました。まあ、こんな幸せな気持ちになれるのは考えてみるとそれまで降っていた雨のおかげでもあるんですよね。ずっと晴れていたら晴れのありがたみもわからないし、まあ、多分こんなに幸せな気持ちにはなれないと思います。止まない雨はない。辛い時が過ぎれば必ず幸せな時がやってくる。そんなことを実感させてくれる天気になっています。今日は仕事が夕方からなので、これからガーデンに出て乱れた庭のお手入れをしようと思います。
では最近のガーデニングリポートを少し。今、アジサイがとても綺麗に咲いています。私のガーデンにあるアジサイ、ちょっと名前が正確にわからなかったんですが、皆様からいただくコメントを参考にすると、多分ダンスパーティーじゃないかというふうに皆さんおっしゃっているので、私もそうかなという気がしています。教えていただいてありがとうございます。昨年挿し木をしたダンスパーティーも綺麗に開花してくれました。花は小さいんですが、なかなかキュートな感じに仕上がっています。それと宿根草たちが次々に開花しています。エキナセア、あとはストケシア、それからキキョウ、どの花もとても素敵です。あとは、酸化葉ですね、毎年チャレンジしております。透明になる、水に濡れると透明になる花、酸化葉ですけれども、今年もですね、芽が出て葉っぱが展開したんですが、花は残念ながら咲きませんでした。なんでなんですかね。まだ株が若いのか環境が合わないのかちょっとわからないんですけれども、今年も多分もう咲かないと思います。来年以降の楽しみです。それとその後のご報告ですけれども、以前植木鉢に銅線テープを貼ってナメクジ対策をしました。ナメクジは銅線が苦手っていう話があり、銅線のテープをAmazonで買ってですね、ってみたところ、結論としてはですね、銅線テープを貼ってもナメクジは上がってきていました。銅線テープを貼った植木鉢のペチュニアの葉っぱをかじっているシーンを何度か目撃しています。ただ銅線テープを貼っていない植木鉢との比較をしていないので、もしかしたら数は減っているのかもしれませんが、100% 銅線テープを貼ると、対策ができるということではないようです。そんなこともあって最近はですね、毎晩右手に懐中電灯、左手にナメクジ用の薬剤を持ってガーデンに出てですね、ナメクジバスターズのようにパトロールをしてるんですね。で、見つけ次第こう薬剤をかけるっていうことを毎日やっていたら、なんとなく数が減ってきたような気がします。結局そういうやり方が一番確実なのかもしれないなと感じているところです。そして今週のサンビリーバブル、千輪を目指して頑張っておりますが、今週は13輪でした。まだまだ先は長いですが、13輪咲いたんですけれども、この雨ともう日照不足でサンビリーバブルもちょっと元気がないようです。もうほんと早く梅雨明けしてほしいものです。あと今週の立水仙も一応ご報告しておきましょうか。今週の立水仙はですね、全然作業が進んでおりません。またちょっと言い訳のコーナーになりますけども、何しろ雨が多くて作業しようかなと思ってる時に限っても結構大雨が降るんですね。なので作業が進まずに今週も立水仙作りは停滞しております。梅雨が明けたら作業ができるんじゃないかななんて思っていますけれども、梅雨明けしたら梅雨明けしたで今度は猛暑とか暑すぎるとかっていうふうに言い出すんじゃないかななんて自分でも感じていますが、皆さんなかなか進まねえなと思いながらですね、気長に、待っていただけると嬉しいです。今日6月18日は父の日ですね。なので、いい機会なんでちょっと父の話をさせていただきたいと思いますが、私の父はですね、まだ元気で心身ともに
元気に過ごしているんですけども、まあ真面目にコツコツと働いて家族を支えてくれました。本当にいろんなことがあり、多大な迷惑をかけてしまってきていたんですが、本当感謝しかないですね。私が若くてもう世間知らずで、自分は何でもできるなんていうですね、根拠のない勘違いをしていた頃は、そんな仕事ばかり、コツコツ真面目に仕事ばかりしている父に向かって、まあ俺は仕事ばっかりしてる、仕事しかしてないお父さんみたいにはなりたくないなんていうふうにバカなことをですね言ったこともあるんですけれども、今考えれば仕事しかしてないんじゃなくて、家族を支えるために自分の時間を犠牲にして働いてくれていたんだなぁということがわかります。休みの日も、例えばゴルフだったりとか旅行だったりとか、そういうお金のかかる遊びっていうのは一切やっていないと思います。まあ経済的にできなかったのか、もともとそういうのが好きじゃなかったのか、その辺はわからないんですが、休みになると、そうですね、庭があったので家に、庭に出て池をコツコツ作ったりとか、あとは植栽したりしてましたね。あとはよくホームセンターに連れて行ってもらったことを覚えています。もしかしたら私がガーデニングに興味を持ち始めたのは父親の影響があるのかもしれません。最近ふとした瞬間に、あれ？今の笑い方、父親に似てるなとかって自分で思うことがあるんですよね。受け答えとか、まあ、ちょっとした相槌とか、特に意識をしているわけではないんですが、自然と父親に似ている雰囲気で笑ったり相槌をしたりしていることがあります。まあやっぱり親子なんだなって思いますね。父ももういい年ですけれども、いまだに DIY をやってますね。テラスを作ったりとか庭作りをしています。まあ、今度機会があったら実家の庭もちょっといじってみたいなーなんて考えています。いつまでも元気でいてもらいたいです。それでは結びに本日の言葉。本日はこの言葉にしました。青葉は目の薬。青葉は目の薬。これはことわざですかね。意味はみずみずしい青葉の緑色は目の疲れを回復させてくれるっていうような意味です。まあそのまんまの意味といえばそのまんまの意味ですけれども、今ガーデンの青葉がとっても綺麗で、雨に潤った青葉が久々の太陽の光を受けてみずみずしく輝いています。そんな青葉を見ると本当に目の疲れだけではなくて心も癒されていくような気がします。梅雨は嫌ですけれども、雨に潤うと緑は濃くなりますので、濃くなった緑をぼーっと眺めながら目の疲れ、心の疲れを癒してみてはいかがでしょうか。ということで、最後までお付き合いいただいて本当にありがとうございました。以前ガーデニングチャンネルって何っていう動画を上げまして、その中でもお話をさせていただいているんですが、このガーデニングラジオ、皆様からのメッセージを募集したいと考えています。今メッセージ募集のためのホームページを作成中です。今後は皆様からのメッセージもご紹介させていただきながら、このガーデニングラジオをより楽しい時間にしていきたいと思っています。ホームページが出来上がったらまたご報告をさせていただきます。皆さん
素敵な日曜日をお過ごしください。ではまた。